今日も頑張らなきゃね。沢村さん、あかりだよ。夏川あかり、高校で隣のクラスの。もしかして忘れちゃった？あ、家庭科の授業で一緒の。ごめん、私まだ高校であんまり知り合いいなくて、同じクラスの人たちを覚えるので精一杯で。まあ中高一貫の私学に高校から入った途中組だからね、私たち。しかも関西出身じゃないからノリに馴染むのも大変だよね。え、松川さんも関西出身じゃないの？うん、東京出身。お父さんの仕事の都合で今年から大阪に引っ越してきたの。そうだったんだ。前から沢村さんのことを気になっててさ、ほら、うまく学校に溶け込めてないっていうか、一人の時が多いからさ。うん、でも私が悪いの。クラスの人たちに積極的に話しかけたりできないから。仕方ないよ。関西の子たちの会話早いじゃん。タイミング失うと話に入れないんだよね。でもきっとクラスのみんなも沢村さんにいろいろ遠慮してるんだと思うよ。遠慮？だって沢村さん芸能人じゃない。特別なオーラがあるから近寄りがたいっていうか、きっとみんな話しかけづらいんだよ。そんなことないのに。私は東京出身だから沢村さんのペースにも慣れてるし話しやすいんだけどね。夏川さん、あかりって呼んで。そうだ、私も沢村さんのことはるかって呼んでいい？もちろん。それじゃあ途中組同士仲良くしよう。はるかも学校と仕事の連続だと疲れちゃうだろうし、私が話し相手になるからさ。うん、ありがとう。あ、やばいやばい、そういえば今からダンスのレッスンがあるんだった。ダンスって、あかりちゃん踊り習ってるの？いや、そんなに本格的なもんじゃなくてさ、どっちかっていうと私のはストリート系っていうかさ、街で踊ってる人見つけて一緒に練習してるって感じ。すごい積極的なんだね、あかりちゃん。だってはるかみたいなレッスンは受けられないしさ、自分で頑張ってやるしかないじゃない。踊るの好きなんだ。うん、将来振付師になりたいんだよね。はるかみたいなアイドルたちに一流の振り付けをして一緒に踊るの素敵じゃない？うん。そのために今は自分が誰よりもうまく踊れるよう練習してるんだ。それに蒼天堀はダンサーの集まる街としても有名だしね。え、そうだったの？うん、ブレイクダンスとかも大阪が日本の発祥とか言われてるし、ダンサー目指してこの街に来る人もいるくらいなんだからさ。知らなかったの？うん、確かに踊ってる人たちが多いなとは思っていたけど。みんな街に集まってね、ダンスバトルをして競い合ってお互いの技術を磨き合ってるんだよ。ダンスバトル？そう、同じ曲でお互い踊ってパフォーマンスを競うの。正直レッスンスタジオなんかに通うより全然刺激的で面白いよ。そうなんだ。そうだ、はるかも試しにダンスバトルしてみようよ。私が相手になるからさ。私が？うん、はるかにもストリートダンスのことをもっと知ってもらいたいし、ダンスの練習にもなるからさ。でもいいじゃん、やってみようよ。たまには友達に付き合ってみるのも悪くないよ。うん、わかった。初めてだからいろいろ失敗するかもしれないけど、よろしくね。もちろん、サポートするから大丈夫だよ。じゃ、始めるよ。
私勝ちます。行くよ。アルカすごいね。やっぱりプロは違うわ。はあ、そんなことないよ。あかりちゃんも私が知らないステップとかいろいろ知ってて驚いちゃった。それがダンスバトルのいいところなんだ。勝っても負けても自分の知らない新しい振りを一番近くで見られるしね。いい汗かいたね。どうだったダンスバトル。疲れたけど楽しかった。よかった。あかりちゃんと踊ってみてわかった。最近レッスンばっかりでダンスをお仕事としてしか見てなかったかもしれないなって。でもダンスってもっと楽しいものだもんね。そうだよ。友達と踊るダンスはなおさらね。うん、この辺りにはたくさんダンサーがいるからさ、もしダンスバトルしたくなったら声かけてみるといいよ。見た目怖くてもみんな悪い人じゃないから、きっと喜んで相手してくれるはずだよ。わかった。ダンスってのはストリートで踊ることでしか鍛えられない能力もあるからね。きっとアイドルの仕事でも役立つと思うよ。うん、いろいろ教えてくれてありがとう、あかりちゃん。そのちゃんってのいらない。あかりでいいよ。うん。これからもよろしくね、はるか。じゃあそろそろ行くね。お仕事頑張って。おはようございます。おはよう、はるかちゃん。もしかしてなんかええことあった？はい、ちょっと。そうか、よし、今日も一日頑張ろう。じゃあ早速やけど、まずは今日の予定を確認しようか。はるかちゃん、あそこにあるスケジュール表を見てもらえるかな。よし、じゃあスケジュールの確認始めるで。今日の予定は2つ。まずは何といっても午後から蒼天テレビでプリンセスリーグ決勝に出場や。あとは午前中に蒼天堀で講演会主催の握手会やな。レッスンも大事やけど、こういう活動も大事やからな。地道に行こう。じゃあまずは握手会に出発しようか。よし、じゃあ出発しようか。
何話そう。一生ファン続けるから。頑張ります。ありがとうございます。楽しみだな。沢村遥香です。いつも一生懸命だね。ありがとうございます。ありがとうございます。緊張する。仕事頑張って。頑張ります。ちょっと待ってね。素敵じゃん。ありがとうございます。マジか、お小さい。そんなことないですよ。ありがとうございます。何話そう。沢村遥香です。輝いてるよ。そんなことないですよ。ありがとうございます。緊張する。色っぽいじゃん。本当ですか。ありがとうございます。何話そう。沢村遥香です。顔小さいね。そんなことないですよ。ありがとうございます。
お疲れ様。こんな感じでこれからも仕事をしていくで。さてと、午後からはいよいよプリンセスリーグの決勝戦やね。ここで優勝したら一流のレコード会社からのメジャーデビューが約束されてる。そうなったらうちの事務所もいよいよ東京進出って感じやね。はい。決勝戦は対戦相手と同時対決をするんやって。同時対決ですか？そう、はるかちゃんと対戦相手が同時にステージに上がって同じ曲でパフォーマンスするんや。それで曲が終わった時にファンを多く獲得してる方が勝ちってわけや。変わった形式ですよね。うん、この形式で3回対決してその総合成績で優勝を決めるんやって。うぅ、緊張するな。堀江さんが緊張してどうするんですか？何言うてんの、緊張するに決まってるやん。ここで勝つか負けるかは大違いやで。うちの事務所が名前売る大チャンスなんやからね。そうですね、頑張らないと。ああごめん、変に気負わせてもうたな。はるかちゃんは練習の成果を発揮してくれれば大丈夫や。それにほら、変な言い方になるけど3回の総合成績で競うから負けても後で取り返せばええんや。そっかそう考えればちょっと気持ちが楽になりますね。そうそう、リラックスリラックス。ベストを尽くすには硬くなりすぎてもあかんからね。さて、あまり時間ないけど準備があったら今のうちにしとくとええで。荻田さんは4階のレッスンスタジオにおるから、言うたらレッスンもしてもらえるはずや。準備ができたらさっきみたいにスケジュール表を確認してな。はい、わかりました。そうや、せっかくやし衣装に着替える前にプロデューサーの萬田さんに挨拶しとこうか。あ、おっとった。ほら、あそこにおるのが番組 P の萬田さん。行こう。T セットの2人や。え？うちから大阪芸能に移った。いや、やっぱり何でもない。じゃあ萬田さん、決勝戦もよろしくお願いします。オッケーオッケー、 T セットは今一番数値取れるからな。じゃあ今日も頑張ってや、舞ちゃん、あずさちゃん。またな。失礼します。どうも、萬田さん。大のチェアの堀江です。本番前にご挨拶をと思いまして。熱っ。え？あ、すみません。萬田さん大事な決勝戦前やってのに随分なご挨拶やな。何やってんの、ちゃんと前見て歩かないと。ほんと気をつけた方がいいですよ、ダイナチェアさん。すみません、萬田さん。あ、そのほんまに何と言っていいか。一度のミスで全てを失うこともある。それにな、君はもっと同世代の人間からも愛されるようにならんとな。ほんまにすみませんでした。
ほら、はるかちゃん、何してんの？君も謝り。あ、すみませんでした。決勝戦でミスせんといてや。うわ、なんでこんなことに。はあ、とんでもないことになってもたな。すいませんでした。本番で頑張りますから。くそ、 T セットのやつら、あんなやり方するやなんて、どんな教育してんのや大阪芸能は。でもこうなったら仕方ない。とにかく今は衣装を着替えに行こう。この先に個室の控え室を用意してもらってるんや。こげや、さ、入って。さ、よく映んないよね、うんうん、あいつら。あ、堀江さん、言った方がいいんじゃない。言おうよ。そうだね。どうしよう。おい、待てや。言った。ちょっと何何言うてるんや。さっきうちの遥に足かけたやろ。どういうつもりなんや。ちょっと話してよ、中井さん。ダイナチェアさん、何やっとるんですか、うちのタレントに。あ、一体もう赤くなっちゃったらどうするの。本番に支障出るじゃない。も、元はといえば君が遥に足引っ掛けて。妙な言いがかりはやめていただけませんかね。そっちがそういう気なんやったら、こっちもそれなりの対応取らなあきまへん。オタクみたいなちっちゃい事務所、うちがその気になりゃ、ほぼ出入り禁止なんてすぐにできますぜ。なんですその目は。そんなんだからタレントに逃げられちゃうんじゃないの。堀江さん、こんなことしてる場合じゃないです。早く衣装着替えなきゃ。ちょっと待ちなさいよ、このまま行く気。この腕どうしてくれんの。何、沖縄行ったことありますか。は、何。沖縄です。行ったことはないけど。何なの。いいですよ、沖縄。海は綺麗だし、空気も澄んでて、ストレスいっぺんに吹き飛びますよ。今度行ってみて。ちゃんとおすすめスポット教えますから。はあ？さあ、堀江さん。なんなのあれ。沖縄行って心でも洗い直してこいちゅうことちゃうか。はあ？何それ、意味わかんない。どういう意味よ、中井さん。なるほどな、パクさんが気に入りそうな子やな。もうやろう、その辺にしとき。はあ、何それ、どういう意味よ。沢村遥、ムカつく女。そもそもうちと大阪芸能は仲が悪うてね。 T セットの二人はな、もともとうちの養成所におって。そやけど社長のやり方についていかれへん言うて大阪芸能に移ってった子たちなんや。そうなんですか。そやからほんまはあんまり挑発せん方がええんやけど。でもええよ、そんくらい勝ち気でないとこの世界で生き残っていかれへんからな。挑発？え、違うの。そやったらなんで沖縄行けなんて。あの人たちなんだかストレス溜まってるみたいでしたから。本当にいいところですよ、沖縄。時間ができたら堀江さんも行ってみてください。疲れ取れますから。なるほど、思ってたよりずっと大物なんやな君は。さてと、なんか始まる前からいろいろ味噌ついてもうたけど、気を取り直していこう。衣装はもう用意してあるから着替えてくれるかな。メイクなんかはここにあるものを使って。僕はしばらく外におるから、それじゃ、よろしくね。
どう？準備できた？はい、できました。じゃあ、入るで。どうですか？変じゃないですか？うん、バッチリや思うで。よかった。これまでメイクとかあまりしたことなかったから。大丈夫、これやったら T セットのファンかて、はるかちゃんにメロメロや。あと、そろそろ時間やな。大丈夫、君やったらいつものレッスン通りやったらきっとうまくいくって。あんなに頑張ってきたんや、自信持っていこう。はい。どうぞ。失礼します。沢村さん、そろそろお願いします。はい、よろしくお願いします。皆様、ご機嫌いかがでしょう？タイム、司会のドルチェ神谷です。長きにわたりお送りしてきたプリンセスリーグ2012もいよいよ決勝戦。まずは決勝戦のルールをちゃちゃっとご説明しちゃいましょう。決勝の対戦形式はライブバトル。両者このスタジオでライブパフォーマンスを行い、観客の皆様からのジャッジをもとに勝敗を決定するというガチンコバトル。特徴的なのはスタジオに設置された専用バトルステージ。2組のアイドルにそれぞれステージが用意され、同時にライブを行ってしまうという画期的なバトルシステムがこのプリンセスリーグの特徴となります。勝敗は観客からの指示により決定。ライブパフォーマンスの最中、観客の皆様には優れたパフォーマンスをしていると思うアイドルのステージ近くへと移動していただきます。最終的にパフォーマンス終了時点で多くの観客を集めたアイドルが勝者となります。決勝戦の対戦は計3ラウンド。第1ラウンドはポップ対決。アイドルとしての可愛さと歌唱力を総合的に争います。第2ラウンドはダンスナンバー対決。アップテンポの曲に合わせたダンスはもちろん、いかに観客を盛り上げるようなライブパフォーマンスができるかが勝負のポイントとなります。第1ラウンド、第2ラウンドの対戦で相手の組よりも多くのポイントを獲得していた場合、最終決戦となるファイナルラウンドでの戦いでボーナスポイントをアドバンテージとして加算することができます。第1ラウンド、第2ラウンドでの結果が勝敗の行方に大きな影響を与えるシステムとなっています。激戦に勝ち、見事優勝したアイドルには大手レコード会社との契約、メジャーデビューが約束されます。おっと、会場のボルテージは早くも上がってきているようですね。アイドルたちの登場が待ちきれない、待ちきれないですか？ OK！ そろそろ準備ができたようです。大変お待たせしました。それではトップアイドルを目指す2組のアイドルをご紹介しましょう。まずはこちらのアイドル。パーフェクトに調和の取れたダンスと完成度の高いハーモニーが最大の魅力。結成以来、飛ぶ鳥を落とす勢いで人気急上昇中、連戦連勝のスーパーアイドルユニット T セット。百花繚乱のアイドル戦国時代に突如として現れた逸材。荒削りなダイヤの原石は果たしてこのプリンセスリーグで夢をつかみ取ることができるのか。沢村さあ、どちらのアイドルがより多くの観客を魅了しフィーバーさせられるんでしょうか。それでは参りましょう。レディーゴー。
はるかちゃん、 T セットの2人お疲れ様でした。2組とも素晴らしいパフォーマンスでしたね。ただしこのステージはライブバトル。どちらがより多くの観客から支持を得られたのか確認しないといけません。さあ、そろそろ結果の集計が終わったようです。今回の勝者はどちらのアイドル？見事第一ラウンドを制したのは、沢村はるかだ。おめでとう、はるかちゃんの魅力全開のライブだったね。はい、ありがとうございます。全てを出し切った、そんな感じの。めっちゃいい顔してるね。はい、始まる前はすごく緊張していて、でも始まったらワクワクした気持ちが抑えきれなくて、あっという間に時間が過ぎていきました。応援してくれたファンに一言どうぞ。こんな大勢の方の前で歌ったのは初めてだったので、すごく緊張したんですけど、観客の皆さんに選んでいただけてすごく嬉しいです。第2ラウンドも今日のパフォーマンスを超えられるように頑張ります。はるかちゃん、サンキューです。プレッシャーをうまく乗り越え、自分のものにしたはるかちゃんの今後の活躍が楽しみです。さあ、いかがでしたでしょうか。こちら会場は未だ大歓声が鳴りやみません。しかし残念ながらそろそろお時間となってしまいました。それでは次回もお楽しみに。 See you next stage。 やったやん、はるかちゃん、すんごくええステージやった。このままいったら明日の第2ラウンドもきっと勝てるわ。本当ですか、よかった。そしたら蒼天堀に戻ろうか。ほんまは例の萬田さんに一言挨拶しておきたいんやけど、全然携帯に出てくれへんのよね。やっぱりまだ怒ってんねやろな。そうですよね。そしたらこの後はまた昨日のレッスンの続きや。ただ収録の後で疲れたやろ、ちょっと気分転換してくるとええわ。僕は先に事務所に戻ってるから。ありがとうございます。じゃあまた事務所で。